全国の小学生の皆さん、こんにちは、ターニャンでーす。みんにゃんでーす。さあ、今日はね、二つの量の変わり方っていう新しい内容に入っていきますよ。はい。元気がいいね。うん。はい。実はもう使っていた比例の関係とは。今日はね、二つの量の変わり方について見ていきます。はい。どうもです。さあ、変わり方ってなーに？はい、読んでください。二つの量があって、一方の値が変化したときにもう一方の値がどうなるかというお話ですね。はい、はい、じゃあ早速ですが問題です。はい、はい、読んでみましょう。周りの長さが16センチメートルの長方形の縦と横の長さ、うん、はい、いいですね、上手に読めて。はい、周りの長さが16センチメートルってことは、はい。ね。縦、横で、これはまず16センチの半分だよね。はい。残りに縦、横があるからね。はい。じゃあ、16センチの半分ったら何センチ ?8 センチメートル。うん。で、その8センチが縦と横になるわけだから、はい。はい。それでまず考えていきますよ。はい。はい。これ横ですか、縦ですか？横。うん。8センチのうちに、横1センチ使いました。はい、じゃあ残り縦何センチになりますか？縦は7センチメートルです。はい。ですね。はい。じゃあ横が2センチになりました。縦何センチですか？縦は6センチメートルです。はい。こんな風に横の長さが1センチずつ増えていったときに、はい。ね、1センチずつ伸びると、伸びると、1センチずつ縮む。縦の長さはね、どのようになりますかっていうお話なんですが、みーにゃん、縦の長さはどのようになってますか？1センチずつ縮んでいる。そうですね。はい。でね、今みーにゃん言ったことを表にしてみると、はい。はい、もっとよくわかります。横の長さが1、2、3、4、5ってなっていくと、縦の長さは最初何センチだっけ ?7 センチメートル。次が ?6。次が ?5。4、3。はい、ですね。はい。で、ミーニャンね、もうさっき計算したから分かってるんだと思うんだけど、はい、7、6、5って言った後、4、3ってさ、スムーズに今出てきたよね。はい。それはどうして言えるの？そういうことが。うん。片方が増えると、うん、もう片方も減ってるという、うん、変わり方のコツを、うん、コツが分かったから。なるほど。はい。いい言葉を言うね。そう、コツが分かったっていうかね、その変わり方のパターンが見えたっていうことだね。はい。はい。それが分かるといいよね。はい。つまり、こういうことだ。一方が増えると、それに伴って一方が減る。ということが、この話では分かったんだね。はい。同じような変わり方をするものは他にもあるかな？はい、多分あります。いいね。多分ある。はい、後で探してみるんだよ。家庭学習としてね。はい。あ、でもここも家庭だから今家庭学習か。うん。はい。じゃあ次ね。はい、どうぞ。ストローで正方形を作っていくときの正方形の数とストローの本数。はい。これ今正方形何個ありますか？ 1 個あります。はい、ストロー何本使ってるかわかる？ 4 本。ね。で、この1個使ってる正方形、この数が増えるとストローの本数が。はい。どうなるの？これ。どうなんの？どうなってる？増えてる。だよね。はい。なので、表にすると、はい。1個の時に4本です。はい。さあ、2個にするとストロー何本になると思いますか？1本をつなげるんだから、うん。3本？3本増える？増える。増えるから全部で何本ですか？ 7 本。はい。じゃあ3個にしたときどうなりますか？10本。はい。4個にしたときは？ 13 本。はい。5個にしたときは？ 16 本。うん。点といくんだね。はい。はい。なんか変わり方見えたね。はい。はい。じゃあ、これはどういう変わり方してるかというと、一方が増えると、うん、もう一本も増える。ね。ちなみに何本ずつ増えてる？3本ずつ。そうですね。一方が増えると、それに伴ってっていう言葉がね、大事です、皆さん。
ね、勝手に増えてるわけじゃないんだよね。それに伴って一方も増える。これがね、変わり方では大事な言葉です。はい。はい。他にも同じような変わり方をするものはあるのかな？あるんじゃない？今度軽くなったね。調べたらいいよって言った途端になんか軽くなっちゃったね。うん。じゃあ次です。はい、問題読んでください。はい。縦4センチメートルと横5センチメートルの直方体の高さと体積の関係。おお、いいね。読み方上手だね。はい。大事なところを区切って読んだな。じゃあ高さ増えると体積どうなるのっていうお話なんですが、はい、体積を求める公式覚えてるかい？公式は、うん、縦かける横かける高さですね。はい。でその高さがこうやって増えていくと、体積はどうなると思いますか？体積は増える。ね、増えるよね。はい。はい。じゃあ表にしてみましょう。はい。まず縦かける横。かける高さ。うん。じゃあ、高さが1センチの時は?20立方センチメートル。はい。体積は20立方センチメートルですね。はい。じゃあ、この先ね、体積、立方センチメートルつけないで言ってっていいから。はい。ね。お父さんが今言ったからね。はい。じゃあ、高さ2センチだと、体積は何立方センチメートルですか?40。うん。じゃあ、高さ3センチなら60。うん。4センチなら80。はい。じゃあ、高さ5センチなら高さ5センチなら100。はい。5センチなら、皆さんいいですか ?100 立方センチメートルとなります。はい。はい、その後は、点点点といきますね。はい。はい。そしたら、今のところから何が分かったかな？はい。一方が増えると、それに伴って、一方も増える。そうだね。1,2,3,4,5 って高さが増えていくと、体積も20,40,60,80,100って増えているもんね。はい。はい。でもね、実は同じようにこう増える、それに伴って増えるっていう話なんだけど、はい。ストローの話とちょっとね、変わり方で違うところがあるんですよ。へぇ。さあ、みんなはわかるかな？高さと体積の関係について詳しく調べていくよ。はい。はい、これからわかること何かあるかな？高さが2倍になってる。うん。から、下はどうだ？あ、下！うん。2倍になってる。はい。鋭いですね。高さが2倍になってると体積2倍になってます。じゃあ、この矢印や、この矢印を見て何か気がつくことはありますか？あ、こっち側も、うん。3倍になったら、下も3倍になるし、うん。上が4倍になったら、下も4倍になってる、うん。うん。ね、そうですね。じゃあ、上とか下とかっていう言葉を今使ってるんだけど、高さと体積。うん。で、言ってみると、高さが2倍、うん、3倍、4倍といくと、うん、体積も2倍、うん、3倍、4倍と増える。っていうことが分かったね。はい。じゃあ、他のところでもどうかなっていうことで、この矢印、注目。ビビビビ。何か分かった？同じようなこと分かりますか？はい。こっち側も、はい、3から6へは2倍で、うん高さは2倍になってて、うんうん、体積も2倍になってる、うん。はい。そうですね。はい。じゃあこれは？こっちでも、高さが、3倍になったら、うんうん、体積も3倍になってる、うん。その通りです。はい。はい、とっても大切な言葉です。比例の関係。はい。はい、二つの量があって、一方の値が2倍、3倍、点点点になると、それに伴って、もう一方の値も2倍、3倍、点点点になること。そう。これをね、比例の関係って言うんですよ。ほう。じゃあ、はい。ストローの話はどうなのかな？はい。うん。はい、ここはどうですか？あれ、上が、
2倍になってても、うん、下は2倍じゃない、うん、つまり正方形の数が2倍になっても、はい、ストローの本数は2倍になってない。いいね、素晴らしいです。何が素晴らしいって、この中身もいいけど、さっきの話を生かしてね、はい、ちゃんと正方形とかストローっていう言葉を使って言ったよね。これがね、とてもいいことですよ。じゃあここも同じことが言えますか？言える。はい。正方形の数が3倍になると、ストローの本数も3倍になってない。なってない。はい、なってないんですよ、こっちはね。でも高さと体積の方をもう一回見てみると、高さ、体積どうですか？2倍になってる。はい。これは両方2倍になってる。あ、3倍になってる。はい。なのでね、それに伴って2倍3倍になってる方、これは比例の関係って言うんだけど、上はなんて言うと思う？比例ではない関係。はい、そう、比例の関係ではないっていうね、特にね、言いません。はい。はい。他に比例の関係にあるものはどんなものがあるのかな、探してみたいな、という意欲的なまとめを書こう。意欲的ってなんだろう。やる気あるぞっていうとこを見せてください。はい。はい、ということでね、自分でノートに、皆さんいいですか、これ休校中、特に今ね、この動画を休校中に見てる皆さんは、自分でじゃあこういうものは比例してるんじゃない、これは比例してないんじゃない、なんていうのをノートにまとめて先生に見せた日には、わあ、この子やるなーっていう風にね、きっと見てもらえるから、みーにゃん頑張って。はーい。はい、ということで今日の動画はこれで終わりです。さよならー。さよならー。